Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。ちょうどいいところに。よう、アスナ、なんだ？実はね、キリト君のために絞りたての果物でジュースを作ったの。お、本当か？ええ、飲んでみてくれる？もちろん、いただきます。ああ、うまい。これほとんどマンゴージュースみたいな味だな。そうでしょ。味が似た果物をいくつか混ぜてみて確かめてみたの。どうせなら炭酸飲料にしてみたいって思ったんだけど、それはできなかったんだ。炭酸？それなら簡単だぞ。え、本当？なあ、サイドの実ってやつを一つ甘い飲み物の中に入れたら即席炭酸ジュースができるんだ。すごいね、キリト君。相変わらず仮想世界でいろんな味を再現しようとしてるのね。ああ、ユージオに飲ませたら最初びっくりしてたぜ。何せ2年間もいたからあっちのいろんな味が恋しくなってさ。でもこういうファンタジーっぽい世界で炭酸ジュースを飲むのって違和感があるね。確かにおっしゃる通りです。あ、ごめんごめん、ちょっと思っただけだから本気で落ち込まないでよ。他にはどんなものが？牛乳からチーズっぽいものとヨーグルトは作れるな。まあ発酵させればいいからそんなに難しくはなかったよ。あと南帝国にあるカカオの実っぽい木の実からチョコレートを作ることもできたよ。あれは砂糖との配分がなかなか難しかったけどさ。コヒル茶の茶葉を加えるのも味噌だったな。そっか、料理に関してはリアルワールドも仮想世界でも私の方が実力は上だと思ってたけど、アンダーワールドだとキリト君にはかなわなさそうだね。いや、実はさ、アスナがもしここに来たらぜひ挑戦してほしかった味付けがあったんだよ。え、そうなの？なあ、それが実はさ、醤油味なんだよ。醤油味？なんか SAO の頃を思い出しちゃうね。ああ、この2年間やっぱり日本の味といえばあの醤油の匂いとしょっぱさだなと思って再現しようといろいろ苦心したんだけど、結局どうしても再現できなかったんだ。そっか。うん、わかった、挑戦してみるよ。本当か？うん、どんな仮想世界でも料理スキルだけはカンストさせてきたプレイヤーとして、そしてキリト君の妻としては夫の胃袋はちゃんと満たしてあげなくちゃね。アスナ、ありがとう。その言葉を聞けただけで俺幸せだよ。うん、私も言えてよかった。ちょっとかっこよかったでしょ。ああ、最高にかっこいい奥さんだよ。でもちゃんと有言実行してみせるからね。それじゃあ大豆っぽいものが取れる畑に行ってみないか？本当？そんな場所あるの？一緒に行くわ。よし、決まりだな。早速出発だ。
この辺の畑の農家さんには懇意にしてもらってるんだ。ここで農作物を買ったりしてるの？町の市場とかで買ってるのかと思ってたよ。もちろんそういう場所でも買うさ。でもレアな食材とか市場に出回らないものもあってさ、そういう時は実際に育ててる農家さんを直接訪ねて聞いたりしてたんだ。キリト君、相当熱心にやってたんだね。剣の稽古とどっちを優先してたのかな？それはどっちもだよ。冗談だよ。キリト君はどんな世界にいてもプレイを楽しむ気持ちを忘れない人だもんね。まあこの世界の場合、プレイしてるって感じはほぼ皆無だけどな。それだけリアリティがあるってことだよね。確かに希少価値の高い食材ってリアルワールドでも流通しないことってあるよね。ちょっと自信なくなってきたかも。キリト君があらかたこの世界の食材事情について調べ尽くしちゃってるような気もするし。そんなことないって。この2年間で結局俺が移動したのも北帝国の一部だけだし。うん、別に諦めたわけじゃないから安心して。とりあえずは醤油を作るための大豆だよね。類似食材がないかも含めて探してみよう。ああ、ちょうどあそこにこの畑の農家さんがいるぞ。ん？坊主、なんだまた来たのか。ああ、ちょっと聞きたいんだけどさ。そんな食材は聞いたことないな。そうですか。それよりも坊主、聞いてくれよ。最近この辺りで畑を荒らす魔獣が出るんだよ。坊主は王都の剣士さんなんだろ。なんとかしちゃくれねえか。あそこ見て、キリト君。早速出たな。あいつらか。ああ、ちょうどいい。アスナ、やろうぜ。うん、退治するんだね。よし、全部倒したぞ。ありがとうよ、坊主。これでこの辺りも元に戻るはずだ。あの魔獣、この辺りによく出るのか？そうなんだよ。どうも近隣に根城があるみたいでな。根城か。でもなんだか悪いな。一方的に助けてもらったのに。あんたたちの探してる食材の手がかりになりそうなこと、何も教えてやれなくてさ。いえ、そんなの全然大丈夫です。それより魔獣の根城について詳しく教えていただけませんか？ああ、場所はな。それじゃあ先に根城を目指してみるか。大豆よりも住民の安全が先だしな。うん、そうしよう。それに。どうした？行ったらまた話すね。もう分かった。それじゃ魔獣の根城目指して出発だ。ここだよね。ああ、そうだ。アスナ、さっき言いかけたことって何だったんだ？あの魔獣の死体から落ちた枯れた植物の一部、大豆の殻によく似ていたの。殻ってことは種の一部か。天命がゼロになった植物の中でも残りやすい部分なのかもな。うん、でもあの殻も触ったら壊れちゃったし、
残り少ない天命地だったのかもしれないけど、ちゃんと私は目に焼き付けたよ。あっちの世界で見た大豆の殻とほぼ同じだった。ということはまだ残っているものがここにあるかもしれない。よし、行ってみようぜ。それにしても相当年季の入った洞窟だな。それでも食料を置いていた形跡がある。元は農家さんたちの食料の倉庫だったんじゃないかな。ほら、その残骸みたいなものがたくさん散らばってるよ。そうみたいだな。獣や魔獣たちから食料を守るために作ったのかもしれない。でも手入れがされなくなって最近増えている魔獣たちが住処にしてしまった。でもアスナ、それってつまりここにあった食料もほとんどが大昔に貯蔵したものってことになる。かつてのアンダーワールドに大豆のような食材が存在してたとしても、年月が流れてしまえば全部天命地は失われてしまう。農場で見たような殻くらいしか残っていないんじゃないか。そうかもしれないね。残っているかもしれないって期待したんだけどな。目の付けどころは悪くなかったと思うんだけど、ちょっと惜しかったかもな。あ、アスナ、どうしたんだ？今ちょっとひらめいたの。ほら、原初の4人と呼ばれる人たちが全員ラースの人なら、その人たちも全員日本人かもしれないでしょ。まあその可能性は高いだろうな。記憶をブロックされているとはいえ、長い年月をアンダーワールドで過ごすんだから、今まで食べていたものとか見知った文化とかが恋しくなるかもしれないでしょ。つまり彼らが大豆を持ち込んだのかもしれないってこと。なるほど、それはありえるかもしれないな。俺と同じように醤油とか味噌とか納豆とか、そういうのが食べたかったのかもな。そんな原初の4人が持ち込んだ大事な食材、簡単に失われたりはしないと思うの。つまり大豆の苗、もしくは種子みたいなものがどこかに隠してあると。うん、保存か。昔といってもこの世界に前にダイブして記憶を消された時の話だけど、幼いアリスと友情で天命地の減少を抑えるために果ての山脈に行って氷を取って帰ったことがある。氷、氷室。電気もなかった時代、昔の人たちが作った食料を傷めないための氷の部屋。氷室、あ、日本史で習ったな。まあここは中世ファンタジーの世界だけど遠い祖先が日本人なら考えられなくもないよ。この奥も調べてみよう。ああ、さ、寒い。氷はさすがにもう溶けてるみたいだけど、ここなら食料を冷凍保存するには十分だ。そこに植物が置かれてる。こっちには苗みたいなものや種もあるよ。すごいじゃないか。ここはレア食材の宝庫かよ。あ、これ大豆の種子じゃない？あ、ついに見つけたか。やったな、アスナ。うん、なんだか嬉しいな。あ、こうしてキリト君とまた仮想世界で冒険できたことも嬉しいんだけど、この世界を創生するために頑張った人たちが私たちと同じ日本人で、きっと故郷の味を忘れたくないって思いでこの場所を作ったんだとしたら、その願いを私たちが聞き届けられたのかなって。ああ、そうだな。よし、
ここ寒いよね。早く戻ろう。そうだな。なんか当選簿してるみたいだな、あいつら。なんでだろう。思い返せばこの魔獣、他の奴らとは少し違う感じだった。もしかしたらこの氷室を他の魔獣たちから守っていてくれたのかもしれないな。うん、アンダーワールドを作った人たちに指示されてずっとそれを守ってきたんだよ、きっと。カラントを媒介に蘇ったのは生への執着ではなく、この氷室に対して何かしらの執着を持っていたからか、攻撃を仕掛けてきた以上倒さざるを得なかったけど、そう思うと少し仕方ないよ。これからはここにある食材、私たちが命を紡いで守っていかなきゃね。ああ、えっ、しょ、アスナ大丈夫か。ごめん、ここすっごく寒くて。あ、そうだよな、俺も寒い。早く出よう、キリト君。うん、よし。こうすると少しはマシだろ。あ、あったかいけど、ほんと君はずるいよ。優しくてちょっと意地悪で、私のこと
いつだってドキドキさせてくれるの。さっき言っただろ、俺アスナよりこの世界で年取ってちょっと大人になったからさ、少しは男らしいところ見せたいななんて思って。かわいいねキリト君。なんでだよ、せっかく男らしくしようと思ったのに。ごめんついつい。うん、キリト君はかっこよくてかわいいよ。なんだかやっといて言うのもなんだけど、すごく恥ずかしくなってきた。アスナさえよければこのまま歩いて外に出たいんだけど、いいかな？うん、もちろんだよ。よし、やっぱり出たら寒くないな。あんな古くに作られた氷室が残ってたなんてすごいわ。私もう少しああしてたかったな。いや、あの状態でずっとだと俺が恥ずかしくて持たないというか、なんというか。よし、帰るぞセントリアに。うん、早速お料理を試さなくちゃね。キリト君のために腕によりをかけるよ。でも最初にまず大豆を増やすことを考えた方がいいんじゃないか。これだけの量があれば少しくらい料理に使えるよ。それに故郷の味を待ちわびてる食いしん坊がいるからね。頼んだよアスナ。それじゃあ早速お料理するね。あ、でも準備があるからちょっと待ってて。ああ、わかった、楽しみにしてるぞ。キリト君、もう大丈夫よ。ああ、できたか。さあ、まずは新鮮なうちにこちらを召し上がれ。おお、刺身だ。アンダーワールドに海はないから全部川魚だけど、ちゃんと新鮮な魚の切り身をお酢で締めたからね。醤油をつけて。あ、うまい。臭みもないし、そして懐かしい。お次はこれだよ、野菜の天ぷら。これも醤油をかけて。ああ、香ばしさと甘じょっぱさが絡み合って最高だ。大豆といえばやっぱりこれも忘れちゃダメだよね。この部屋を満たす味噌と出汁の香り、気づいていたけどやっぱり味噌汁だったか。日本の朝といえばやっぱりこれだよな。なんか感激で涙が出てきたぞ。あとは私たちの思い出忘れちゃダメだよね。はい、この一杯。おお、これは醤油ラーメン。アスナ、こんなものまで作れたのか。醤油さえ作れたらあとはなんとかなったよ。SAO の頃を思い出すでしょ。ああ、思い出すよ、あの時と同じくらいの感動があるな。やっぱり醤油ラーメンはもはや日本料理だよ、たまらない。アスナ、俺アスナがお嫁さんで本当によかったよ。男の人を満足させるにはまずは胃袋からって本当みたいだね。夫の前でそれを言うなよ。でも
旦那さんの許可がいただければ、この料理ぜひ他のみんなにも食べてもらいたいな。もちろん、ユージオたちにも食べてほしいよ。アスナがこれだけ料理上手ってことも分かってほしいし、俺たちの故郷にはこんなうまいもんがたくさんあるってことも知ってほしいしな。ありがとう。じゃあみんなも呼んでくるね。ああ。